タギレッドブルな、形跡あります。で反対側にもあります。ずっとこんな感じで油が流れてます。火事とか救急じゃないんですけど、ちょっとなんていうんですかね、北長瀬駅の川沿いになんか油みたいなのが流れてるんですよ。用水路ですかね。ちょっとよくわからなく、はい。感じじゃないですか。かなり水の流れがあるんで、真ん中を中心にもほぼ、3メートル、4メートルぐらいで、2メートルぐらいの幅の油が流れてるような、感じですね、幅が。はい。はい。そうですね、ずっと流れてるんで、はい。はい。すいません、この下に流れてて、ちょっとたまに匂いがあったりするんですけど、ずっと流れてて、これ突っ込んなかったですかね。あ、そうですね、電話したことです。で向こう見たんですけど、向こうの用水路そうでもなかったんで、多分ここでどっかで、はい、ありがとうございます。はい。ちょっと待ってください。あ、わかりました。
検索する予定。はい、プラトナーだよ。ああ、そうなの。はい、了解です。じゃあこれからちょっと下のポンプは始まります。はい、まだ農林水産振興が来てます。はい、よろしくお願いします。